あのね、はい、女子たるもの、壁ドンって憧れません？あのこの男の人に壁で挟まれるみたいなやつね。キュンキュンするでしょ、はい、確かにね。あのヤマピーがやっとったんですよ。めっちゃいいよ映画でね、あの、うん、教師と生徒が恋に落ちちゃうみたいな。やばない？そんないいですよね。いいですよね。あれ先生に放課後の教室に呼び出されちゃった。なんやね急に。からからから、ヤマピー先生。ヤマピー先生とは言わんやん。急に呼び出してびっくりしたやろ。ヤマピー関西弁ちゃうねんて。ちょっとあの会議で押してもってな。3人やったな。がっかりするわヤマピー、そんなんやったら。どういう感情やねそれ。今日ここに呼び出したの他でもない草加、いやユマ。壁どう？いや壁ちゃうねん。俺はお前に惚れとるんや。何を見せられてるのずっと。でもヤマピー先生は国語のあっちゃん先生と付き合ってる噂が流れてるじゃないですか。いや一応前にしか何やろもう。でもそんなもんは俺のお前に対する愛の炎と同じくらい真っ赤な嘘や。しょうもな。2回目。だから俺と付き合ってくれ。はい。はぁ、ええ加減にせやわ。何をずっと見せられてんねん。ガラガラガラ、ちょっと待った。もうええって。クラスメートのおさむくん。おさむくん、向井おさむな。向井おさむんの。ガラガラ、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。おいで。ちょっと待った。おいおい、ちょっと待った。何を。クラスメートの三浦春馬くん、岡田まさきくん、生田斗真くん、松坂桃李くん、福士蒼汰くん。やりやるかやんなもん。モテてしゃあない。ずっとくしゃ、ずっとくしゃ、びっくりした。何をずっとやってるの。もうやめてよ。こんなシチュエーションね、りえちゃん一生ないけどな。いやいや、ありますよそら。あるとしてもその確率、はいはい、この雑誌に載ってるミニスカの女の子をこうやって見てパンツ見えるぐらい奇跡。うるさいわ。絶対ないよ。やりえるやろ。物理的に無理。何やね物理的って。物理的に無理。どういうことやろ。絶対無理。だって何やねん。今日は気分だけでもね、壁ドンね。あ、まあまあまあ、まあ、はい、うん、キュンとした。するかよ。でもこれを男性にやられてると思ってみ。された。